はい、タンタンです。本日はこちら、AT ギターズさんの OM タイプ新作が入荷となりました。こちらがですね、シャープ119、OMH というモデルになります。いわゆるこのトリプルオーボディとフルスケールを兼ね備えた OM スタイルのアコースティックギターでございまして、栃木県、さくら市ですね、の喜連川で工房を構えます高野敦史さんの作品になりまして、こちらが OM モデル、2023年のハンドクラフトギターフェスで展示していた個体となります。細かく見ていきますと、シトカスプルーストップ、そして、サイドバックがオバンコールの材になります。オバンコール材ですね。クラシックギターとか結構オバンコールを使ってますけれども、アコースティックでももちろん使うことはありました。ローズのサウンドも持ちつつ、結構歯切れがいい材になってますので、重たすぎない印象でございます。オバンコール材ですね、まあ、ローズと同じマメ科の材になりますのでね、まあ、近しいんですけども、少しこう歯切れのいい感じが出ます。スタイルとしては、まあ、OM のスタイルで、ヘリンボーントリム、ヘリンボーンのパーフリングになりまして、でロングサドルを採用しております。こんな感じでございます。ワンピースのホンジュラスローズウッド、ホンジュラスマホガニーですね、失礼しました。ホンジュラスマホガニーのワンピースネックを採用しております。しっかりとね、もちろん重厚なサウンドなんですけれども、やっぱりその、オバンコールの、明るさ、歯切れの良さ、結構ね、しっかり出てるので、なんかこう軽くつまびくとね、とてもこう綺麗に聞こえる感じがいたします。非常にね、素晴らしい木目も素晴らしい材を選んでおりますね。非常に綺麗な材になっております。ハンドクラフトの、
一点物にもちろんなりますので、ぜひですね、この、ハンドクラフトギターフェス展示、品でございます。一本限りのハンドクラフト品ですね。ぜひご興味ある方は店頭でお試しいただければなと思っております。そんな感じで、こちらが AT ギターズのシャープ119 OMH でございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。